こんにちは。今日の講義は書籍、手順通りに操作するだけ、Excel 基本&時短技、完全版。第2番、仕事を一瞬で終わらせる基本から応用まで179の技単行本です。この本は、Excel の使い方を基礎から応用まで幅広くカバーした実用的なガイドブックです。社会人1年目の Excel 初心者から、ある程度経験のある中級者まで、幅広い読者層を対象としています。最新のマイクロソフト365に対応しており、手順画面を中心に内容がリニューアルされているのが特徴です。本書の魅力は単なる機能説明にとどまらず、実際の仕事で Excel を効率的に使いこなすための時短技に焦点を当てている点です。179もの技が紹介されているので、読者は自分のスキルレベルや必要に応じて適切な技を選んで学ぶことができます。またこの本の構成は非常に体系的で、読者が段階的にスキルアップできるように工夫されています。全8章からなり、各章では特定のテーマに焦点を当てています。第1章では、キーボード操作による時短テクニックを紹介しています。これは、マウスを使わずに Excel を操作する方法を学ぶことで、作業効率を大幅に向上させることができます。第2章では、Excel の基本操作に関する時短技を扱っています。ここでは日常的に使用する機能をより効率的に使いこなすコツを学べます。第3章は正確で効率的な文書作成に焦点を当てています。ビジネス文書作成の際に役立つテクニックが満載です。第4章では数式と関数を使った集計の時短技を紹介しています。これらのスキルはデータ分析や報告書作成の際に非常に重要です。第5章はデータの並べ替えと抽出によるデータ分析の時短術を扱っています。大量のデータから必要な情報を素早く取り出す方法を学べます。第6章では魅力的なグラフの作成方法を解説しています。データを視覚的に表現することでプレゼンテーションの質を向上させることができます。第7章はピボットテーブルを使ったデータ分析のテクニックを紹介しています。これはExcel の中でも特に強力な機能の一つで、複雑なデータ分析を簡単に行うことができます。最後の第8章ではマクロを使った処理の自動化について解説しています。これは繰り返し行う作業を自動化することで究極の時短を実現する方法です。本書の特徴として順を追った丁寧な説明があります。これにより複雑な操作方法も理解しやすくなっています。またイラストやコメントが適度に挿入されており、読者が楽しみながら学習を進められるよう工夫されています。さらに Excel に関する豆知識やストレッチなどのリラックス方法も紹介されており、単なる技術書以上の価値を提供しています。この本を活用することで Excel の基本操作から高度な機能まで幅広いスキルを効率的に習得することができます。結果として日々の業務効率が大幅に向上し、仕事の質と生産性を高めることができるでしょう。 Excel を使うすべての人にとって机上に置いておきたい一冊だと言えます。さらにこの書籍のユニークな点として、実際の業務シナリオに基づいた具体的な例が豊富に含まれていることが挙げられます。例えば売上データの集計や顧客リストの管理、プロジェクトの進捗管理など、実際のビジネスシーンで直面する課題に対してどのように Excel を活用すればよいかが詳細に解説されています。また、各章の終わりにはチェックポイントとして学んだ内容を振り返るための質問や演習問題が用意されています。これにより、読者は自分の理解度を確認し、実際に手を動かして練習することで、より確実にスキルを身につけることができます。さらに、書籍の中にはコラムとして、Excel の裏技や便利なショートカットキー、さらには Excel の歴史や開発背景に関する興味深い情報も掲載されています。これらのコラムは読者が単に技術を学ぶだけでなく、 Excel そのものに対する理解を深める助けとなります。本書のもう一つの大きな特徴はビジュアルに優れたレイアウトです。各操作手順はスクリーンショット付きで説明されており、視覚的に理解しやすいよう工夫されています。特に初心者にとっては文字だけの説明よりも画像を見ながら操作を進める方が理解しやすいでしょう。また書籍の後半にはトラブルシューティングセクションがあり、
よくあるエラーや問題に対する対処法がまとめられています。例えば、セルの書式設定がうまくいかない場合や、関数が正しく動作しない場合など、具体的な解決策が提示されています。これにより、読者は困った時にすぐに対処法を見つけることができ、ストレスを感じることなく学習を続けられます。さらに、著者は読者の学習をサポートするために、オンラインリソースも提供しています。書籍購入者は専用のウェブサイトから追加の練習問題やテンプレート、さらには最新のアップデート情報をダウンロードすることができます。これにより、常に最新の情報を手に入れ、実践的なスキルを磨くことができます。この書籍は単なる技術書にとどまらず、Excel を使った効率的な業務遂行のためのバイブルと言えるでしょう。初心者から中級者まで、すべての Excel ユーザーにとって有益な情報が詰まっており、日々の業務をよりスムーズに、そして効率的に進めるための強力なツールとなります。Excel のスキルを向上させたいと考えているすべての人に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。この書籍を読み込み、実践することで、読者の皆さんは日々の業務に大きな変化を感じることでしょう。まず、Excel の操作にかかる時間が驚くほど短縮されるはずです。今まで1時間かかっていた作業が30分で終わるようになったり、複雑な計算や分析が数クリックで完了するようになったりするかもしれません。これにより、他の重要な業務により多くの時間を割くことができるようになります。また、Excel のスキルが向上することで、データ分析や報告書作成の質が格段に上がることが期待できます。より洗練されたグラフや表を作成できるようになり、プレゼンテーションの説得力が増すでしょう。上司や同僚、さらには顧客からの評価も自然と高まっていくことでしょう。さらに、Excel の高度な機能を使いこなせるようになることで、業務の幅が広がる可能性があります。例えば、複雑なデータ分析や予測モデルの作成など、これまで専門家に頼っていた作業を自分で行えるようになるかもしれません。これは、キャリアアップや新たな職務への挑戦につながる可能性を秘めています。加えて、Excel の操作に対する自信が高まることで、仕事に対する姿勢も変わってくるでしょう。今まで避けていたような複雑な作業にも積極的に取り組めるようになり、新しいアイデアを生み出す余裕も生まれてくるはずです。これは、個人の成長だけでなく、組織全体の生産性向上にもつながる可能性があります。また、この書籍で学んだ時短テクニックは、Excel だけでなく他のソフトウェアや日常生活にも応用できる考え方を含んでいます。効率的に作業を進める習慣が身につくことで、仕事全般のパフォーマンスが向上し、ワークライフバランスの改善にもつながるかもしれません。さらに、この書籍を通じて Excel の奥深さを知ることで、データ分析やプログラミングなど関連する分野への興味が芽生える可能性もあります。これは将来的なキャリアの選択肢を広げることにつながるかもしれません。そして Excel のスキルを向上させることは単に個人の能力を高めるだけでなくチームや部署全体の生産性向上にも貢献します。例えばあなたが学んだ効率的な作業方法を同僚と共有することでチーム全体の作業速度が上がり、より多くのプロジェクトを同時に進行させることができるようになるかもしれません。この書籍を通じて得られる知識は、ラピッドリー変化するビジネス環境において、非常に価値のあるスキルセットとなります。データ駆動型の意思決定が重要視される現代のビジネス世界において、Excel を使いこなせることは、あなたの競争力を大きく高める要素となるでしょう。将来的に、より責任のある立場やより高度な分析が求められる職務に就く際にもこの書籍で学んだスキルが大いに役立つはずです。 Excel は現代のビジネスシーンにおいて欠かせないツールの一つです。多くの企業や組織で日常的に使用されており、その活用範囲は非常に広範です。 Excel を使いこなすことでデータの整理や分析、報告書の作成など様々な業務を効率的に行うことができます。まず、Excel の基本的な操作をマスターすることは、どの職種においても重要です。セルの入力や書式設定、簡単な計算式の作成など、基本的なスキルを身につけることで、日常的な業務がスムーズに進むようになります。これにより、時間を節約し、他の重要な業務に集中することができるようになります。次に、
Excel の関数や数式を使いこなすことで、データの集計や分析が格段に効率化されます。SUMやアベレージといった基本的な関数から、VLOOKUP や IF 関数などの応用的な関数まで、様々な機能を駆使することで、複雑なデータ処理も簡単に行えるようになります。特に、IF 関数を使った条件付きの計算や、VLOOKUP を使ったデータの検索は、ビジネスシーンで非常に役立ちます。さらに、Excel のグラフ機能を活用することで、データを視覚的に表現することができます。棒グラフや折れ線グラフ、円グラフなど、様々な種類のグラフを作成することで、データの傾向やパターンを一目で把握することができます。これにより、プレゼンテーションや報告書の説得力が増し、意思決定の質も向上します。また、ピボットテーブルは、Excel の中でも特に強力な機能の一つです。そして最後に読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、心と体の健康は互いに密接に関わっており、どちらか一方が不調であれば全体のバランスが崩れてしまうからです。健康な体は明晰な思考を助け、逆に健全な精神状態は体の健康を促進します。だからこそ、読書や勉強で知識を深めるだけでなく、日々の生活の中で体を動かし、栄養バランスの良い食事を心がけることが重要です。ここで、健康管理とダイエットに特化した素晴らしいサービスをご紹介します。それが、ライズアップ結果にコミットプライベートジムです。このジムでは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが提供されており、個々のニーズに合わせたオーダーメイドのプログラムが組まれます。これにより、過去にダイエットやジム通いが続かなかった方でも継続しやすくなっています。トレーナーはトレーニングだけでなく、食生活やメンタルのマネジメントも行うため、総合的な健康管理が可能です。また、ライズアップは30日間無条件全額返金保証を提供しているので、初めての方でも安心して始められます。トレーニングは1日50分、週に2回の無理のないペースで行われるため、忙しい方でも取り組みやすいのが特徴です。さらに、無料カウンセリングも実施しており、トレーニング開始前に自分に合ったプランを見つけることができます。トレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、人目を気にせず集中できます。マンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめです。トレーナーが作るあなた専用のプログラムにより、無理な食事制限なしで食べられるダイエットが可能です。健康的に痩せ、理想の体を手に入れられ、リバウンドしにくい体づくりが目指せます。30日間無条件全額返金保証があるため、安心してトライできます。テレビ CM 結果にコミットするで話題のパーソナルトレーニングジムとして、自信を持ってご案内させていただきます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。